お疲れ様でした。はい、入りました。ちょっとスタジオの雰囲気も変わりましたね。子供たちが今日はね来てくれてるんですね。にぎやかです。夏休みふれあい体験ということで、はい、これから私たちが先生になって、はい、ニュースの伝え方をお伝えします。そうなんですね。ねえ、いいなぁ。山田さん、先生になることは今までありましたか？先生になることはないんですけど、はい、私、はい、本当に小学校前半までの夢は保育園の先生。あ、そうなんですね。はい、じゃあ今日本領発揮して、ね、発揮していただいて。ね、でも牧野さん学校の先生になりたかった。僕もそうなんですよ。あ、そうなんですか。実は僕もなりたかったんですよ。あの小学校の卒業論文にはなんか先生になりたかった、はい、そうですか。そうです、共通、はい、じゃあここからね連発先生みたいな。そんなノリじゃないか、そういうのじゃない。どんな感じで子供が成長してくれるのか楽しみですけどね。はい、はいはい、またぜひあの皆さんも機会あったら SBS 見学に来てください。はい、お待ちしています。